さんデビュー45周年誠におめでとうございます。どうも申し遅れました、森山直太朗です。やっぱり僕が物心つくか否かじゃないですけど、70年代80年代90年代そして今みたいなネバーエンディングストーリーって感じですね。まあお三方本当にもうなんていうんですかね、もうおしゃべりしながらものを作ったり苦楽を共にしてきた感じが伝わってくるんですよね。だからその入り込めない、逆に入り込めないっていうか、そのお三方のその柔らかいテンポでどんどん会話が進んでいくんで、和やかなんだけれどもなんかその餅つきの餅をこうこねたいんだけどもこねれないっていう、なんとも言えない、柔らかいんだけど隙がないんですよね。それはもう本当に勉強になります。うん、高見沢さんの本当にいつもねあのお会いすると僕があのふざけてるとふざけすぎだって怒られたりとか、あとちょっと真面目な話するとお前真面目だなって怒られたりとかね。坂崎さんとはもうギターだったり楽器とか昔のフォークの話で、桜井さんがやっぱりそのボーカル音域がねあの桜井さん高いので、なんかそこについてのなんかボーカル話とかってなんか三者三様というかいろんなお三方といろんなお話をさせていただいてるんですけれども、もうおのおの本当に良い意味で、高見沢さんとかも小説を書かれたりとか、とにかくマイペースで我が道をもう僭越ながらですけれども行っていただきたいなと。そのあやとりのそれじゃないですけど、やっぱそこパーッと開いたそのなんかその奥行きというか遊びというか高揚かさに、なんかそのアルフィーさんの非現実的ななんか豊かさみたいなものがもう言葉ではあの表せないエネルギーがあると思いますので、とにかくゴーイングマイウェイで我々若い世代にあのまあその音楽だったりスタンスを通してなんかいろんなことを教えていただきたいなというふうに思っております、なんていうふうにね真面目な答えをするとさ、あの高見沢さんにまた怒られそうですけれども、ということで、50周年55周年と引き続きよろしくお願いいたします。森山直太朗でした。はい、直太朗ね、ありがとうございます。まともすぎだなコメントが。まともと怒られてるね、またまともだな。もうねこの方ね本気なのか遊んでるのかジョークなのかがよくね、そう境目が俺わからないんですよ。それはあるね。お前ちゃんと喋ってる、 やってる、あやってます、あそうだよね、ちょっとふざけるしね、うん、その辺がね面白いね、面白いですよ。この人は興味あるんですよ。 やっぱりね、ちょっとこうなんだろうな、普通の人と違うところがありますよ。そうだよね、やっぱ発想とかね、うん、こう何喋ってることもそうですけどもね、今のコメントでもそうだよね、うん、すごいやっぱうまいしうまいんだよね、うまいしね、回転も早いし、僕のお母様にもかなりちょっとね、本当ですよ、非常にこうお世話になっておりますけどね。ね、お母様は男らしいですからね。そうなんですよ、とてもね男っぷりがいいですよね。男っぷりですからね、まあそれを見て育って、うん、あの周りの大人たちを見て育てたみたいですね。あ、なるほどね。いつもやっぱりミュージシャンとか大人があいっぱい来るもん ね有名な方が ね、まあ、実質サラブレッドになる意味、まあそういうことでしょう。でも音楽に目覚めたのは随分後なんだよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ、高校出る、それまでサッカー少年でしたわね、やつは。なるほど。そうで、やっぱりですか。いやでもね、やっぱ音楽の才能がねこうなんか中でずっとね爆発の待ってた感じですよ。遺伝子っていうの、うん、お母さんとか、うん、それは絶対受け継いでる、ね、あるね。やっぱ天才のとこありますよ。ただあの不真面目さはどこから来てるのかな、どこなんだろうね、あれ本当に不思議な。いいんじゃない、坊ちゃんだから。非常にね面白い、面白いです。でもコメントありがとうございました。彼の曲も本当面白いしね。そうだよね、いい曲いっぱいあるしね。そうです ね、はい、はい、まだ43なんだ、アルフィーより。高いな。あと僕らのデビューした後、そうだね、そういうことですね。アルフィーより年下ですよ。年下だ、うん、76年4月生まれだ、やつも。そうだよ、ね、そうなんだ。直太朗少しは尊敬してくれよ。尊敬してるって俺のこと。えしてないんだよ。直太朗って言うからだろ。そうだ、最初に言ったからだな。言ってないよ俺は。はい、言った言わないでいくとね、うん、みかんにゃんこさん、はい、愛媛県から来たんですけど、うん、桜井さん、はい、
今日休館日にするってご自分でおっしゃったんです。言ったよ俺のあの番組の時に終わらない夢で初めてアルフィー三昧の告知をされた時に、はい、じゃあ休館日にしようって言ったよ。最初桜井が言った。覚えてない。でも平成最後の日ですって長時間生放送のお仕事の後美味しい酒をほどほどに楽しんでください。ありがとうございます。桜井でも言ったんです。自分で言ったよ。あ、言ったんですか、ね、ご自分で休館日にしようって言ったんです。聞いたもん。はい、そう、はい、そんなに問題になりますこの問題。言った言わないの問題でいくとやっぱり言ったんですよ。だから言いましたね。記憶にないとか言ったんですよ。確かにね、言ったんですけど気が変わったんですね。変更します。変更します。訂正、訂正ですって。私1500円やめなさい。